モーターマガジンムービーをご覧の皆様、どうもこんにちは。モータージャーナリストの岡本浩一郎です。こちらにある2台のロードスターはオートエグゼがチューニングとカスタマイズを手掛けたデモカーになります。一見似ているんですけれど中身は別物です。こちらコンセプトがストリートベストスポーツ、そして片やこちらはハイリミットスポーツになります。早速この2台をレポートしていきたいと思います。まずはこちらストリートベストスポーツ仕様なんですが、この車はですね2024年モデルですね、最新の改良を受けた車がベースとなっております。ピアノブラックのフロントアンダースポイラー、これなかなかかっこいいです。形状も非常にスタイリッシュです。そしてリアルカーボンのナンバーフレームですね。アルミホイールはレイズの G025 に交換されています。そしてボディサイド、こちらカーボン調のドアミラーカバーとドアハンドルカバーとプロテクターですね、こちらが装着されています。そしてこちらですね、フューエルリッドカバー、こちらもオートエグゼオリジナルになります。リア周りもさりげなくいろいろ変わっています。まずこちらトランクスポイラーですね、こちらリアルカーボン製になります。非常にこう見た目の質感も高いです。そしてこちらもリアルカーボン製になります。カーボンシートバックバーベゼルです。両サイドに装着されています。リアサイドカウルですね、こちらもなかなか迫力あります。さらに左右2本出しのスポーツマフラーに交換されています。そしてマフラーガーニッシュが装着されています。もう一つがヘリカルショートアンテナです。こちらですね、このデザインを実現するためにわざわざロードスター専用設計になっています。ちなみに一番の売れ筋商品だそうです。インテリアも見ていきましょう。まずはスポーツステアリングホイールですね、こちらナッパレザーになります。赤いマークがセンターにあります。でフラットボトムになってますね、これ非常に操作感いいです。さらにシフトノブとクイックシフターですね、こちらですね24% ショートストローク化されています。そしてフロアマットですね、こちらもオートエグゼオリジナルになります。あとはですねこれです、わかりますか、ニーパッドセット、これですね、この通りこの張り出し具合を調整できるのが特徴です。エンジンルームを見てみましょう。この通り赤いパーツがたくさん装着されています。こちらですね、ストラットタワーバーですね、その傍らにマスターバックブレースですね、こちらですねペダル側にも装着されていて、ブレーキのマスターシリンダーの不要な動きを抑えてブレーキペダルフィールをシャキッとさせるという効果があります。そしてさらにこちらバッテリークランプですね、これもストラットタワーバーと、共通イメージでデザインされています。各種フルード類のキャップもラインナップされています。そしてこちらカーボン製のラムエアインテークシステムです。フロント側からですね空気を吸い込むことでラム圧をかけるでより吸気効率を高めると。そしてインテークサクションキットも用意されています。足回りとブレーキ関係も一通り手が加えられています。まずですねサスペンションはツインチューブ式の全長調整式になります。減衰力は固定式です。ただいまですね車高は推奨値の15ミリローダウンに調整されています。このサスペンションですねストリートスポーツサスキットキジマスペックと言います。キジマと聞いてピンときた方いらっしゃると思います。あの歴代ロードスターでですね NB と NC で開発責任者を務められましたキジマ高尾さんがチューニングを監修したということです。そしてブレーキがですねストリートブレーキローターとストリートスポーツブレーキパッドが装着されています。ブレーキローターはこの通りスリット入りです。ブレーキパッドは対応温度が0度から400度までになっています。さらにですね
スポーツブレーキラインが装着されています。ブレーキの油圧を伝えるパイプがですね、コーティングされていまして、踏んだ時に膨らんだりしてブレーキフィールが曖昧にならない、そういったブレーキラインが装着されています。ロードスターですね、2023年末に、結構大きな改良を実施しました。まあ電子プラットフォームへの移行が中心だったんですけど、その時に走りも結構変わってですね、ノーマルのまま乗ってもですね結構良かったんで、このオートエクゼがチューニングしてどういう風に仕上げるんだろうっていう風に思っていたんですけれど、もう乗ってみて目から鱗ですね。これですね、このノーマルも相当良かったんですけど、全体的にさらに輪をかけて良くなっています。まず走り味がですね、もう非常に素直で自然で、本当に意のままにどこへでも行けるような感じですね。オートエクゼのアイテムの一つ特徴であるですね、モーションコントロールビームですね、この車にも搭載されています。前後方向に通ってるメンバーの一番前と一番後ろの部分をブレースを追加して抑えることで剛性をより強化させると。でそれだけでなくてですね、そこに摩擦式のダンパーが仕込まれていて、このビリビリというこの入力をですね、そこで緩和させるという効果があるんですね。そういったですね、この効果てきめんのパーツがですね、たくさん装着されています。足回りはストリートスポーツサスキット木島スペックという木島隆夫さんが監修したということでですね、どんなもんかと思っていたんですけど、この足回りがまた絶妙ですね。全長調整式を採用しているっていうのがポイントで、ストローク量がしっかり確保されるんで、車高を下げても、ちゃんとストロークが確保されているんで乗り心地が悪くならないというのは大きな、メリットだと思います。あえてこの微低速域からしっかり減衰が立ち上がる減衰力固定式を採用したということで、もうその効果が如実に感じられます。本当に車の動きがですね、つかみやすいんですね。今車がどのような状態にあるかというか、もうロールとかも極端に抑えられてなくて、こうステアリング切った時に今車がどれぐらい傾いてるぞとか、どんな感じになってるぞっていうのも、もう本当手に取るようにつかめる。ブレーキフィールがとてもリニアなんですね。コーナー進入でブレーキ踏む時なんかでもですね、あとはこう街中で普通乗ってる時もブレーキ踏むたびに味わえると思うんですけど、右足のつま先で直接ディスクローターをですね、パッドで押さえてるかのような、それぐらいリニアな感覚があります。めちゃめちゃコントロールしやすいですね。エンジン本体には手が加えられてないんですけれど、給排気に一通り手が加えられています。スピードを増すごとにもう加給されるわけじゃないですけれど、強制的にラム圧がかかってより空気を押し込んでくれるということで、レスポンスも向上します。あとはマフラーですね、このスポーツマフラーの音がですね、これがなかなかいいんですね。4気筒エンジンの非常にスポーティーな響きをより味わうことができると。ショートシフトストロークになっていて 24% も短縮されたということで、これもですね、もうシフトチェンジするのが楽しみになる感じですね。この車はですね、ストリートベストスポーツということでですね、このストリートで一番いい状態をスポーティーな感覚とともに味わえるというですね、まさしくその通りの仕上がりだと思います。ストリートベストなんですよ。ハイリミットスポーツ仕様の車の方をチェックしていきたいと思います。こちらはですね、先ほどの車に比べてまずフロントアンダースポイラーのデザインが違います。ホイールはレイズのボルクレーシング CE28 クラブレーサーというモデルです。でタイヤがブリヂストンのアドレナリンに交換されています。あとは一番の違い、分かりやすいのはこちらですね、リアウィングが装着されています。オートエクゼオリジナルの LED リアコンビネーションライトに交換されています。これですね、流れるインカーが装着されていて、配線によっては流れなくもできるということです。
そしてマフラーですね。こちらはシングル仕様のスポーツマフラーになります。ステンレス製でパイプ径は90ミリです。そしてリアアンダーパネルが装着されています。こちらはブラックのなし地で塗装不要です。マフラーの交換を問わず、こちら単体で装着できます。こちらの車はですね、ステアリングホイールとかシフトノブとかこのニーパッドはですね、このあたりはストリートベストスポーツ仕様の車と同じです。でこちらの車だけについているのが、まずですね、このフルバケットシートですね。こちら FRP 製になります。そしてこのワイドリアビューミラーですね、ブルーミラーになってますね。視野面積が量産仕様の約 1.7 倍に増えます。こちらですね、ストリートベストスポーツ仕様のデモカートですね。基本的にはエンジンルームパッと見は似てるんですけれど、大きな違いがこちらです。タワーブレースセットが装着されています。こちらの方がですね、より剛性が出ます。でさらにですね、リアとセットで装着することで効果を発揮するようになっているので、セット販売になるのが大きな違いです。足回りにはクラブスポーツサスキットが装着されています。こちらはですね、高い負荷がかかった時でもしっかり性能を発揮するモノチューブ式ダンパーを採用しています。減衰力は24段階調整式になっています。スポーツ走行に向けてバネレートが高められています。そして全長調整式を採用しています。水晶の車高が30ミリダウンということで、今回こちらの車両もそのように設定されています。そしてブレーキはクラブスポーツブレーキパッドが装着されています。こちらはですね、対応温度域が50度から800度と非常に幅広いです。ローターもですね、スポーツブレーキローターが装着されています。こちらもですね、排熱性の高い独自のデザインになっていて、2ピース構造を採用しています。もう走り出しから雰囲気全然違いますね。まずエンジンの音も違いますね。エキゾーストサウンド、よりこう聞かせる感じのサウンドですね。フルバケットシートなんで、やっぱりもうそれも乗った印象に大きく関わっていると思います。このシートはですね、エスケレートというメーカーと共同開発なんですが、ロードスターに合わせてですね、より細身になってたりですね、このサイドの盛り上がりがですね、バケットシートとしては抑えられています。なので、乗り降りしやすいんですね。それも一つ特徴です。そして肝心の走りの方ですね、これはまあエンジン関係よりもこのハンドリングの違いがですね、顕著ですね。このステアリングを切った時の反応速度の違い、よりクイックでシャープですね。足回りはこうサスペンションがスプリングレートが強化されて、よりスポーティーな走りが楽しめるようになっています。箱根のワインディングロードだとあんまりその乗り心地の硬さっていうのは気になりません。これサーキットにそのまま持ち込んでも結構いけちゃいそうな気がします。このステアリングを切った時の反応ですね、これなかなか快感です。ブレーキのタッチもですね、よりあのスポーティーな感じになって、これ温度が相当上がってもおそらく、大丈夫だろうなっていうキャパシティの深さを感じます。ハイリミットスポーツと言いながらも、ストリートでも乗れるぐらいの懐の深さはあると、オートエグゼの良心が感じられるっていうかですね、ストリートのことも配慮しているのかなと思います。オートエクゼが手掛けた2台のロードスターのデモカーに箱根のワインディングロードで試乗しました。あまりに楽しくてですね、もう暗くなっちゃったんですけれど、この2台ですね、コンセプトもキャラクターも全然違うんですけれど、どちらもそれぞれ非常に良い形で、ロードスターの持ち前の人馬一体の走りが、それぞれ良い形で表現できていたかなと思います。オートエクゼではですね、トータルチューニングを信条としています。もうどちらに乗っても非常にバランスの取れたですね、完成度の高い走りを味わうことができたと思います。普段から毎日のように乗ってロードスター1台でこなしたいとしては、こちらの
ストリートベストスポーツが適しているかなと思います。他に足車があってロードスターの走りを純粋に味わいたいという人にはハイリミットスポーツの走りが適していたかなと思います。皆さんはどちらがお好みでしょうか。